アレストラーレのベリウスって一体どんなやつだ？さあ、名前だけはよく耳にするけど、会ったこともなければ見たこともないんで知らないのよ。カロルは知らないんですよ。僕も活動はずっとダングレストだったから、ノドポリカのギルドのことはちょっと。ドンみたいなじいさんがもう一人出てきたらたまんねえな。そりゃ言えてるわ。あんなじいさんは一人で十分よ。ベリウスに会うの楽しみだね。
この先は我が主ベリウスの資質だ。立ち入りは。そのベリウスさんに会いに来たんです。なんだって。お前たちは誰だ。ギルドブレイブベスペリアだよ。聞かない名前だな。主との約束はあるか。え、いや、残念ながら我が主は約束のない者とは会わない。ドン・ホワイトホースの使いの者でも。ドン、これは失礼。我が名はナッツ。この町のドゥーチェ代理を務めている。我が主への用向きならば私が受けたまわろう。すまないね。一応ベリウスさんに直接渡せってドンから言われてんだ。そうか。しかしながらベリウス様は新月の晩にしか人に会われない。できれば次の新月の晩に来てもらいたいのだが。次の新月か。なんで新月の晩だけ。そういう主義なんでしょ。わかんないわよ、他人の考え方なんて。満月はつい最近だったし、新月はまだまだ先ね。出直しますか。いないんなら仕方ないもんね。わざわざ悪かったな。ドンの使いの者が訪れたことは連絡しておこう。頼むわ。じゃあ今のうちに砂漠の情報を集めてはどう。フェローの情報もね。私はエアルクレーネの情報を探したいんだけど。これだけ人の集まる場所なら期待できそうですね。おっさんは先に宿に行ってていい。とりあえずドンに経過報告の手紙出しとくわ。ああ。じゃあ私らも行こう。泊まりか。連れが来ていると思うんだけど。お連れさん。いえ、今日はまだ誰も客は来て。ふらふらとしょうのないおっさんだな。だったらもう少しいろいろお話聞いてまいりませんか。だな。その格好すいませんが、あなたアイフリードのお孫さん。いやね、ちょっとした噂が流れてるんだ。アイフリードみたいな服着てその孫だって名乗る娘がいる。
孫って。いや、全部で450ガルドになります。もううちにはあまり。それはうちがアイフリードの孫だからかな。そのですね、うちは別にいいんですよ。でもね。いや、私、いや、ちょっと待ってくだ。ちょっと言ったじゃないですか、ギルドの義に反したやつの孫が来たら偽のイメージダウンだって。そりゃだって人々を守るっていうギルドの本分破って多くの民間人を殺戮し、それはくだらねえ話してるじゃねえか。なっ、こんな子供に何の責任があるってんだ。こいつが直接何か悪いことをしたか。まあユーリ、そうカリカリするな。いつものことなんじゃ。あんたね、こいつはあんたのこと思って。心配せんでも、うちはすぐにこの町を出ていくのじゃ。んじゃあの、な、ちょっとあんた。まったく。パティがアイフリードの孫ってどういうことでしょう。そんな話聞いたことないけど、本当なのかな。さあどうだろうな。ブラックホープ号事件でギルドの信用を地に貶めたから、ギルドの関係者は悪く言う人が多いよね。なるほどな。ユーリ、パティほっといていいんです。あの子のことよ、強く生きるわ。きっと。ああ、それより早く帰らないと、おっさんが待ちくたびれてまた悪さを始めかねないぜ。そうですね。パティ、大丈夫でしょうか。強い子ですね。そのうちまたひょっこり顔を出すわ。パティがアイフリードの孫って本当に本当なのかな。本当だとしてもあんな仕打ちはひどいです。パティは何も悪いことしてないのに。ギルドの信用はともかく、事件の怒りや悲しみの矛先のパティに行くのは無理もないのかもしれない。憎むべきアイフリードがいないんです。だけどパティを責めていいわけではないよね。当然そんなことに慣れちゃダメですよ。お客さんだね。もしかしてあんたのお連れさんって派手な服装のヘラヘラ。ああ、そのヘラヘラだ。そうか、お代はもらってるから好きに休んでおくれな。んじゃ、もう休むか。そうですね、旅の疲れもありますし。
城に帰りたくなったか。いえ、ちょっと落ち着こうと思って。フェローに言われた言葉が耳から離れないんです。ああ、なんか言ってたな。忌まわしき世界の毒は消す。世界の毒ね。確かにそんな連中が世の中にはいるけどな。少なくとも俺にはお前が毒には見えねえがな。それって励ましてくれてるんです？思ったこと言っただけだって。ちょっと元気出ました。あ、ユーリ、ほら、あれ。ん？あれがブレイブ・ベスペリア、リーの赤星です。夜空で最も強い光を放つ星か。あの星には古い伝承があるんです。その昔、世界を滅亡に追い込む災厄が起こりました。人々は災厄に立ち向かい、多くの命が失われました。皆が倒れ、力尽きた時、ある兄弟が現れました。その兄弟は力を合わせ、災厄と戦い、世界を救いました。妹は満月の子と呼ばれ、戦いの後も大地に残りました。兄はリリの赤星と呼ばれ、空から世界を見守ることにしました。おしまい。恐れ多い名前をギルドにつけちまったな。あの輝きに負けないくらい立派なギルドにしてくださいね。ああ、今度カロルにも聞かせてやらないとな。名前負けして格好悪くならないように。俺帰るわ。お前もリタあたりが心配する前に帰ってこいよ。はい。減ってるから振る舞いが乱暴になるってさ。鉄拳制裁予告だろ。意味少し違うんじゃない？それよりユーリとリタッチは腹減ってても平然としてるわね。慣れてるから。あ、そう。ラピードの背中にハンバーグ。あれは陰謀よ。誘惑に負けてはダメ。大丈夫かこれ。ユーリ、ユーリ、カバンの底から緑のつぶつぶ野菜パが出てきたよ。カロル、それはやめとけ。おい、そろそろマジでヤバいから飯にしようぜ。申し訳ないが、今我が主は客人にはお会いにならない。出直してきてほしい。よう、なんか縁があるみたいだな。縁などまやかしで。あんたの言う通りかもな。こんなところで。この年の古くよりの主に挨拶に来て。ベリウスか。あんたもどこかのギルドの使いか何かでは。そのような卑俗なものとは違う。ふん、
貴族ね。あんたはどんな高尚な用事持ってきてんだ。答える必要はない。まさか世界を救うとかそんなんじゃん。なんだあいつ。街というだけあっている人たちの顔ぶれは様々ですね。そうね、目的がバラバラだもの。戦う人もいれば見物客もいる。私らみたいのもね。私たちは周囲の人たちにどんな風に見られているんでしょう。戦い目的じゃないかしら。あんたとユーリはそうでしょうけど、エステルはどう見たって見物客でしょう。なら僕は迷子の子供じゃない。そんなひどい。じゃあ俺、ああやっぱりいいわ。なんか予想できたんで。先に手を出したんだろうが。はあ、何言ってんだ。お二人とも、やめてください。こんな街中では皆さんにご迷惑。ガイアス、込んでろ。物騒なもん振り回すなよ。なんだお前。私が悪いのなら後で謝るわ。あなたたちが悪いのだとは思うけど。チッ。大丈夫です。あ、これはご親切にどうも。あなた方は確かカウフマンさん。ギルド、ブレイブベステリアだよ。しゃっかり宣伝してるし。いいじゃない。あんたはルーインズゲートのラーギーだっけ。喧嘩を止めたいんならまずは腕っぷしつけな。ああ、はい、すいません。どうも。皆さんを見込んでお願いし。ルーインズゲートのお願いなら放っておけないね。ま、内容にもよるな。なんだお願いって。ここで話すのはちょっと。闘技場まで来てください。そこでお話しします。人に聞かれたくない話か。なんかヤバそうだね。でもルインズゲートに顔が通ればギルドでの名も上がるし。欲張ると一つ一つがおろそかになるわよ。今の私、フェロー探索とエステルの護衛だからな。そうだね。うん。でも話聞いてから受けるかどうか決めても遅くないのでは。そうだな。しょうもない話だったら断るわよ。
私たちそれどころじゃないんだから。とりあえず闘技場に行ってみるか。話だけでも聞きに。受けるかどうかはまだ決めてないぜ。話を聞いてからだ。実はパレストラーレを乗っ取ろうとしてる男を倒していただきたいんです。乗っ取り？この町を？いきなり物騒な話ね、それ。でもなんであんたがそれを止めようとしてんの？別のギルドのことだし、ほっとけばいいじゃない。パレストラーレには闘技場遺跡の調査をさせてもらっていまして。そっか、そういやこの町すっごく古いんだよね。もし別の人間が上に立ってこの町との縁が切れたら、エンテレケイヤに申し訳ないです。エンテレケイヤって何？あ、すみません、 ご存知ないですか。この町を作った古い一族で、我がギルドとこの町の渡りをつけてくれたと聞いています。ふーん、古い一族ね。それってクリティア族のこと？で、どこの誰なのよ、その物騒なやつって。闘技場のチャンピオンです。は？何それ。いや、やつは大会に参加し、正面からパレストラーレに挑んできたそうです。そして大会で勝ち続け、ベリウスに急接近しているのです。とても危険なやつです。ベリウスの近くからは。そりゃパレストラーレも追い出すに追い出せないわ。で、早い話が、俺たちに大会に出てそいつに勝てって話なんだな。ええ、恐縮です。回りくどい。そいつの目的って本当に闘技場の乗っ取りなわけ？もちろん。男の背後にはリバイアさんの爪は、この闘技場を資金源にして。キュモールの野郎あたりが考えてそうな話だな。まさか。キュモールとリバイアさんの爪はつながってる。さて、ヤブをつついたら何が出るか。どちらにせよリバイアさんの爪が関わっているなら止めないと。帝国とギルドの関係が悪化するばかりです。フェロンはどうするの？こんなのじゃいつ会えることか。でも、あなた本当にやりたいことって何なの？本当にやりたいこと。すみません、難しいでしょうか。
難しくはないわ。え？やるんでしょ？話を聞いてしまったし。うん、ギルドとしても放っておけない話かもしれないし。じゃあ誰が出るわけ？エステリア、リター、レイブにもお願いできないよ。これはルインズゲートに対してブレイブ・ヴェスペリアが受ける話だもん。それじゃあ、悪いけどジュディとどこかでぶつかるのは勘弁だな。あら、私はやってもよかったのに残念。今回はおとなしくしてるわ。ボスが出るまでもない、俺でいいだろ？チャンピオン倒しはギルドの俺たちにとっても悪い話じゃない。うん、そうだね。では、準備ができたら受付で手続きしてください。肩鳴らしはこんなもんか。第2回戦、地獄のバンダナ盗賊、ジュゲムジェローム。人ではどこだ。対しますはブレイブ・ヴェスペリア。追い上がるな、若き選手たちを。冥界の扉に対戦相手をぶっかんじまえ。ファイト。
ビタバタするなよ。まだまだ軽い軽い。続きまして第3回戦、素敵なる仮面の剣豪ジョアン・トゥー・マルク。華麗かつ剛腕なり、私の剣騒ぎ受け止めよう。対しますはブレイブ・ベスペリアユーリー・ロウェル。まだが実力か、ここで全てが決まるはず。熱く限る魂の炎を消すのはどっちだ。ファイト。ビタバタするなよ。オレクス。ドア。オレクス。レクス。なあ、こんなもんかよ。さすがユーリー、あいつ頑張るじゃない。まだまだ盛り上がっていくぜ。そう、次こそメインイベント、紹介しよう。大会史上無敗の現東京チャンピオン、ウー。どういうこと。甘いマスクに鋭い眼光、フレンシーホー。ユーリ、こんなところで何を。お前か、闘技場乗っ取ろうとしてる悪党ってな。冗談はやめてくれ。一体何の話だ。こりゃはめられたかな。そうらしいな。男たちよ、燃えたぎる熱き闘志を見せよう。注目のファイナルファイないじゃないか。観客に八百長試合を見せるわけにはいかねえだろう。少しは手加減をしてほしいな。よく言うぜ、簡単に受け止めやがって。アダン、マジレンガだ。オーラユッ、手短に事情を聞こうか。騎士団の任務は、それ以上は言えない。闘技場で勝ち抜く任務って一体何のことだよ。その隊長自ら言えないんだ。おわり熱戦功功勝ガーガーバテンレンガー。隊長になって張り切るのもいいが、あんま一人で無理すんなよ。張り切っているのは君だ。そんな楽しそうな姿を見るのは久しぶりだよ。君こそそろそろエステリーゼ様を返してくれないか。悪いけど、それは俺じゃなくて本人に交渉してくれよ。エステリーゼ様は僕の言うことに耳を貸してくださらない。あのお姫様は俺の言うこともなかなか聞いてくれないぜ。そろそろ茶番はやめないか。どうやって、ここでやめたら大ブーイングだぜ。ユーリー・ロウェル。こいつ
ハプニング。舞台上の主役たちもお株を奪われた感じか。ユーリ、俺に殺されるために生き延びた男よ。感謝するぜ。生き延びたのはお前のためじゃねえぞ。俺を初めて傷つけたお前を俺は絶対この手で殺す。やる気出すならもっと別のことにしとけよ。見ろ。うわ、あれ何？ブラスティアよ、あんな使い方するなんて。なんか気持ちが悪くて動悸がするわ。あのブラスティア。ジューディス、ちょっと何なのよ。これはもう大会の様子はどこやら。っていうか私も逃げるべき。どうだこの腕は。お前のせいだ、お前のためだ。ユーリ、さあこの腕をぶち込んでやるぜ。しつこいと嫌われるぜ。腕に仕上がって。ブラスティアを貶める奴は許さない。考えるのは時間の無駄。怖い顔。進撃決定。ジエンド。
気に入ったわよ。ああやれやれ。ちょっと待てよ、おいってば。街の外に逃げられたわ。逃げ、まだラピードが追ってる。ラピードが追いついてくれてればいいんだが。それにしてもどうなってるの？なんでラーギーさんが。どうやらはめられたっぽいらしいな。フレンの任務を妨害するために俺たちをけしかけたんだ。任務？お姫様を連れ返しにってことじゃなさそうだぜ。それなら闘技場の大会に出たりしないからな。じゃあ一体何なんでしょう。さあな、ラーギーの思惑を邪魔するものだったってのは間違いなさそうだ。でもあの温厚そうなラーギーさんが。箱を奪っていった時のあいつは温厚なんてもんじゃなかったわよ。ルーインズゲートは表向きの顔ってやつかね。それにしてもあの箱を奪っていくなんて。クリアシエルって一体何だったんでしょう。分かってるのは私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいかしら。オーディブラスティアが制御できなかったのだ。ねえ、喋ってる暇あったらワンコ追いかけた方がいいんじゃないの。そうね、行きましょう。ラーギーの野郎、一体何のためにあの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーギーさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし。捕まえればノーム源の町のことも分かるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。こいつがあれば匂いで終えるな。あの箱を取り返さなきゃ。
それもあるけどな。ギルドは裏切りを許さない。うん。西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無理だと思うから、追い詰められそうよ。ああ、とっ捕まえるぜ。闘技場の方は大丈夫でしょうか？気になる？じゃあエステルたちはここで待ってる？え？これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由はまあないわな。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし。それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら何か帝国にも関係があるかもしれないから。そっか、ま、闘技場の方は大丈夫だろう。フレンがうまくやるさ。じゃ、準備が整ったら早速追いかけよう。アルトスク、ギルド・ド・マルシェ、それにルインズ・ゲートとブラッド・アライアンス、やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ？ユニオンの五大ギルドですよ。これまで四つとは関わりましたけど、あと一つが。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと一つどこなんだ？ああ、それならカジギルド、スミス・ザ・ソウルだよ。へえ、そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ？ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてたな。闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。フレンまでいるとは思いませんでした。それにあのザギっていうのも。逃げたラーギーもね、全部が偶然とも思えないわね。さすがに重なりすぎよ。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよラーギーに。だな、話はここまで。行くぞ。
見当たらないわね。ここを進んだんでしょうか。これを抜けて山の向こうに逃げたってこと。でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって。前にナンが言ってた。それを知らなくて進んでいったのかしら。俺たちをやり過ごすつもりだったらしいな。さて、じっくり話を聞かせてもらわないとな。俺たちを闘技場に立たせてどうするつもりだったんだ。とにかく箱を返しなさい。仕方ないですね。リヴァイアさんの爪。邪魔の連中だぜ。ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪はつながってたってところか。手伝うふりして研究所のものかすめたって横流ししてたのね。許せない、あいつら。正しいギルドで有名なルーインズゲートがそんな悪さするなんて。待って、ジュディス。あら、でも追わないと逃がしちゃうわ。さっきも言ったでしょ、危険な魔物が住んでるって。なあ、もうやめとこうぜ。俺様はベリウスに手紙渡す仕事まだなのに、ノードポリカから離れちゃったらまたドンにしんどい仕事回されちまう。私は追いかけるわよ。あんな奴に遺跡から出た大切なブラスティアを好き勝手にさせないわ。あの箱も返してもらう。私も行きます。何言ってんの、あんたは待ってなさい。待ちませんこりゃブレイブベスペリアとしてはついていかざるを得ないぜそうだね、エステルの護衛が僕たちの仕事だもんね。みんなで行けばきっとなんとかなるわ。俺様行かなくていい？ああ、ドンのお使い頑張れよ。なんだよ、引き止めてくれよ。
決まった。なんか聞こえなかった？ここなのじゃ。うわっ！って、パーティー？お、また会ったの。そんなところから出てきて、やっぱりアイフリードのお宝を探してるの。うむうむ。ねえ、そのお宝ってどんなものなの？聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ？白色なエステルも知らないなんて。マリスステラはアイフリードのお宝の中でも何よりも貴重なものなのじゃ。で、そのマリスステラとやらってお宝は見つか…宝とは簡単に見つからないから宝というのじゃ。変なの。ねえ、ノードポリカで聞いたパティがアイフリードの孫って本当？何よ、そうなの？お嬢ちゃん、盟友に孫がいたと知ったらどんな顔するかね。そういえばドンとアイフリードはユニオン結成以来のお友達なんでしたよね。でもさ、嘘でしょ、アイフリードの孫なんて。だってその話一度も聞いたことないし。本当なのじゃ。多分。多分？どういうことです？多分というのは推測。エステルはなんで自分のおじいさんのことを推測で話してるかって聞いてるのよ。それはうちが記憶喪失だからなのじゃ。記憶喪失？ま、じゃあアイフリードの孫ってのは本当かどうかわからないってこと？絶対本当なのじゃ。多分。なあ、もう絶対なのか多分なのかどっちよ。わかんないからマリスステラを探してるのじゃ。つまり記憶を取り戻すためにじいさんかもしれないアイフリードに会いたい。
そのアイフリードを探し出すためにマリスステラっていうお宝を探して回っているってことのじゃ。いつの日かじいちゃんに会えるのじゃ。でもそんなことより紅の小箱追いかけなくていいのかしら。あんたなんでついてきてんのよ。うちもこっちへ行くつもりだったのじゃ。だったら一緒に行きましょう。それがいいのじゃ。買い物に行くのとはわけが違うんだぞ。承知の上なのじゃ。何かあったら力になるぞ。まあ頼もしい。記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし。でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、そういう考え方もあるのじゃな。うちの思い出のアルバムはこれからユリとユリとユリで埋めていくんじゃ。ゾッとするアルバムだわ。私たちのことも少しは入れてほしいです。じゃ隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。決まったな。いただきました。無理そうね。です、この量のエアルに触れるのは危険です。こんなものに助けられるとは。待て、うわ、さすがに離れた方が良さそう。この揺れは一体。あれがカロルの言ってた魔物か。違う、あんな魔物見たことない。パティ、ダメ。お、やば。
動ける。いい加減にして。リタ、危ないです。大丈夫よ、この程度の濃度なら害はないわ。今のは一体何だったんだ。暴走したエアルクレーネをさっきの魔物が正常化した。でもつまりエアルを制御してるってことで、ケーブモックの時にあいつが剣でやったのと同じ。通っても大丈夫かリタ。そうね多分。よし、突撃なのじゃ。パーティー、足元気をつけてください。気になるかしら。そりゃそうよ、あれを調べるために旅してるんだし。どうすんだリタ。分かってるわよ、分かってる。今はあいつを追うとき、そいつはどこかに逃げたりすんのか。逃げるわけないでしょ。あ、そっか、いいわ、行きましょう。よし、決まった。カロル、大丈夫か。うん、大丈夫、大丈夫だよ。さっきの魔物の力もリゾマータの公式なの。エアルを食べる魔物なんて一体何だったんでしょう。少し他の魔物とは雰囲気が違ってたよね。ああ、それは感じた。俺らのことじっと見てたようにも思うし。誰を食べようか悩んでたんじゃない。私、長い時間目が合っていたんですけど。よかったわね、きっと一番美味しそうに見えたのよ。それ全然良くないです。ザコが出てきやがって。肩の力抜いてよ。急に襲撃。オーリューリンガ、ウィンガ、ここでしょ。オーリューリンガ、ウィンガ、ウィンガ、ウィンガ、オーリューリンガ、ウィンガ、ウィンガ、ウィンガ。ほは人も行き来してるのに誰も気づかなかったのかな。多分今までは異変を感じるほどエアルが出てなかったんだと思うわ。じゃの、最悪のタイミングで噴出してくれたおかげで、こっちはいい迷惑だけどな。おかげで発見はできたからよしとしときましょう。そりゃお前は満足だろうけどな。で、その発見したエアルクレーネというお宝は誰が持ってるのじゃ。リタ、説明してやれ。いいけど、だったらなんで相槌打ってんのよ。怖いもん知らずだわ。先生あるのみ。嫌じゃないけど。クールレンジャー、オーリューレンジャー、オーリューレンジャー、オーリューレンジャー。
た。こんなことよくやったラピード、鬼ごっこは終わりだな。ここはミーのリアルな。嘘そういう仕掛けか。どういうことです？ラギーさんに変装して。今はあれこれと考えてる暇はなさそう。もう怖いです。ミーはラゴーみたいになりたくないですよ。ラゴー？ラゴーがどうしたんですか？ちょっとビフォーにラゴーの死体がダングレストの川下でファインドされたんですよ。ミーもああはなりたくねえ。ラゴーが死んだ？どうして？それはミーの口からはキャンナットスペークよ。ドロッと、あとは任せましたよ。了解。あいあいさ。逃げられちゃう。行かせるかよ。いや。また会いましょう。 See you next time。Yeah.
贈り物だよ。それよりも早く急ぎましょう。いい感じだな。これはいただきましたよ。敵の施しは受けない。バカにしちゃいや。でもその傷では撤退する。バイバイだよ。なんだこの煙。これじゃあワンコも匂い追えないってか。匂いさえ我慢すれば平気なのじゃ。その匂いがダメなんだってば。あいつらを追うぞ。何この熱気。洞窟で山の向こうに抜けてしまったのじゃ。それってつまりコゴール砂漠だわ。あらら、来ちゃったわね。コゴール砂漠、フェローがいる。私、やっぱりフェローに会いに行きます。待て、エステル一人を行かせられないよ。今の僕たちの仕事、エステルの護衛なんだから。まあ、取られた箱も戻ってきたし、いつまでもあいつらを追っかけてるわけにもいかねえし。じゃねえ、次会ったら蹴りつけるぜ。ちょっと待って、本当に行くつもり？分かってんの？砂漠よ、暑いのよ、死ぬわよ。なめ。分かってるつもりです。砂漠は3つの地域に分かれてるの。あ？砂漠西側の狭い地域が山麓部、最も暑さが過酷な中央部、東部の巨山部の3つね。ちょっと山麓部と中央部の中間地点にオアシスの町があるわ。何の話？前に友達と行ったことがあるの。水場のそばに栄えたいい町よ。込み入った話はとりあえずそこでしようってことだよな。それがいい。おっさん、そこ見えしていかんのよ。パティはどうするの？探してる宝物、マリスステラだっけ？その町に手がかりがあるとは限らないと思うんだけど。なに、人がいればそれはことごとく手がかりになるのじゃ。そうね、人は普通に住んでいるわ。ではうちも共にその町まで行く。リタ、わかったわよ。とりあえずそこまで行きましょう。